ごめんなさいね、ごめんなさい、いらっしゃい。あるで、何を何をあれだマジで、え、もう今度一応だろ、もうなんかないよ、ないよ、あれもな、うん、そうだね、行くのはちょっとそんな行くでしょ、あ、行くである決めんのそうそうな、一応な、あんまりマジで間違ったことがないように、あ、それだけ、決めに行きなさい。昨今めっちゃね待ってる人、女の人が入りたいって、これ何？何のゴミ？何のゴミ？なんかこのロッカーのやつじゃないの？大丈夫？え？私のじゃない。でしょ、ちょいポチャがいいって言ってる。太った方が可愛い、嘘でしょ。適当に言ってんじゃねえぞ。太った方が。圭一さんいらっしゃい。丸顔。そうだね、丸いね。あー、太ったわ。バヘ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 、もうそろそろ出荷ですね、出荷ですね。出荷されますね、そろそろ出荷。こっちのライン超えてきてる？本当に？超えてるかな？左近町です。左近町です。トイレの前で待ってる。あんまり太ると抱いてもらえないとか、だって抱いてもらえないもん。まず、あ、来た。草、うんこ草。サオン草。入ってきた。なんかうんこの匂いする。うんちの匂いがする。うんちしたからうんちの匂いがこびりついた。出なかったの？浮いてない。
出ない。あれ、私なんか切符どこやったっけ。あれ、まさかよ。あ、ここに刺したっけ。あれもう出たよ。もうウルンさんすぐ切符出すんだもん。切符、あれ買ったっけ。買ったよ。あれ、切符やばい。あのトイレになかった。知らないよ。トイレに置いてたかも。なんでだよ。やばい。あ、切符多分置いたわ。やばい。入った？え？切符なんかそのまま置いちゃうんだよね。あのほらなんか空いてる？多分ね。あったたたた。くっさ。おい、うんち臭いの。あった。あったあった。あったあった。ね、なんかトイレに置いちゃうんだよね、いつも。過去にさ、5回ぐらいさ、うんち臭いぞ。うるさいの？いるの？俺じゃないよ。あ、そう。うんちしてないでしょ。なんか臭かった。出てないの？うん、うんちは臭い。俺は野菜好きだから野菜ベジタリアンだから、ね、うんちだから引っ張ってよかったわ。うんちは中で言ったよし、オッケー。 え？充電何パー？この前もあの新宿で引っ張忘れた。新宿でトイレで絶対トイレでなんか置いちゃうんだよね、そのまま。こうトイレするときにあの上の方に置いちゃうんだよね、トイレの。マック、そこになんか入ってない。普通にマックとかあるじゃん。タグじゃないよこれ。マック行く？小腹減ったんだけど。マック食べんの？なんかそういうの。マックで充電だって。充電する？充電っていうか、食べるんでしょ？お腹空いたとか小腹空いたとかうるさいじゃん。ご飯食べてないから。お昼ご飯食べてない。歩いてるからお腹空くんだよね。ドクトル、私普通に定食屋さんとかで食べたいんだけど。え、でもマック充電できるしな。できるんだマック充電。あ、置いてるとこはね、あのさせるところあれば。ご飯食べたくない？パンとご飯ってどっちが太る？パンとご飯ってどっち太る？ジャンクフード美味しいけど太る。もう太ってるけど、私が。場所によって違うからね、出口の。ねえ、でも海外いいよ。ねえ、あの稲荷のところ階段登りまくって疲れた。階段が一番効くよね、あの体力。ダイエットにめっちゃ効くよね階段。あ、死ぬ。どこですかね。やばい、寒い。足寒い。なんか変なとこ見ちゃって分かんないよ。寒い。ね、本当に寒い。なんか気温下がった。
と混んでるわ。だそれ どこもかしこも混んでるよ。そりゃね、京都観光スポットだからね。寒い、本当に寒い。69%。ここら辺だとかなんだろう。だいたいここでなんか どこに行けば何があるの。ここはもう街だ。歩き回ったと。だってどこ分かんない。いや、こっちの携帯66%。私も場所わかんない。八坂神社が近いんじゃないの。八坂神社行ってみる。寺があるんでしょ。どこ八坂神社。知らない。なんか寺見えたって。向こうあるんじゃないの。そっちに首回りが超寒いんだけど。私は足が手が足と手が空いて、あ、なんか、うん、青渡る渡ります。寒い。ねえ、マックないね。どこにあるの？この付近でマックって調べたら出てくるよ。ピヨーンって見て。市場って出るじゃん。400m 先です。近くにここにある。八坂神社近くは飯食うとこあるって。そうなの。そこにもあるけど。そこにもある。八坂神社ってどこ。ここら辺。食堂。いや八坂神社行くか、せっかくだから。向こうになってる。向こうだ、向こう。八坂神社やべえ、あと 2% しかない。ちょっと交代。これだから言ったじゃん、もう切れるよ。やべえ、 1% しかない。危ない。地獄だよ、寒すぎて。でも今日結構タイトルもいろんなとこ行けてる方だよな。行ってないんですけど。そうだね、初めてだから全然わかんないよ、こんな地獄。
さ、普通に移動するんだったらいけるけどさ、配信付きの方に行けるとさ、途中集中してるからわけわかんなくなってる。やばい、やばい。なんか線が飛び出てなんかちぎれそうなんだけど、こうやばくない？どこ行くの？そうだね、ハーフプールが。リア充め。食堂があるよ。ボタンとコロコロ。違う。おはぎ。なんか反対側。だから、あの大阪と一緒だよ。ここだったら空いてんじゃない？なんか全然いないよ。こんな顔見たくねえ。せっかくだから、なんか空いてさ、一人で行くんだろ。お前のだけで欲しいから残したい。だってこれ外さないとダメでしょ。本当に？よろしいですか？
そうですね。またフルカラーになると、はい、プラス600円から1800円、はい、と税込み1940円とか。じゃあカラー入れた方がいいか。じゃあカラー入れたタイプで、はい、それだけで差し込まれます。面白さというのはちょっと調整できるんですけど、はい、1回目の面白みの激しみの3段階あるんですけど、ちょっと面白いですか。1回目がいいでしょ。初めて面白めがおすすめですね。面白め見てて、はい、面白かった。じゃあ面白めで、はい、じゃあウルンさん、あのリスナーさん、とりあえずウルンさん、あの似顔絵あの描いてもらって、すいません、ちょっと撮影させてもらって、はい、いいですか。ライブ配信してもらって、いや、お願いします。マスクをつけたままで、あ、そうですね、そのキャラクターで、あ、そうなんですね、はい、今ちょっとインターネット配信で、少々面白め面白いね。え？よっさんいないでしょ。どちらからいらっしゃるんですか。何？大阪の方。大阪の方、何が？どちらからいらっしゃって。あ、一応、関東の方かな。あ、そうなんだ。はい、それで一応、実家が大阪なんで。あ、なるほど。そういう、正月気象みたいな感じで。今の自体は初めてですか？以前はどちらの方で、え、あ、似顔絵、はい、以前は横田さんというハンドルネームの方が、はい、あ、そうですね、はい、あ、鼻にマスクしてなくなった、なかなか可愛い、なかなか可愛あ、規制か、うん、今入ってた、ちょっと初物が出てきました。通訳が必要後ろに立て、どういうこと？こう？反対？絵が見たいってこと？あ、こんな感じ？あ、そうそう、じゃあ出来上がってから見せる。せっかくだから。稲荷なんとか、あ、今日も人多かったですね。すごい、飛んでます。さっきトイレ行ったんじゃないですか、おじさん。そうそう、でしょ、だからコミュ障なんですよ、ウルフさんは。本当にこれは分かったでしょ。はい、ああ、そうそう、じゃあなんかもうそういうキャラクターですから。
いや別人すぎる。鼻マスク。え？そうそう、一応鼻マスクキャラなんで、顔出しは全部してないんですよね。かわいいぞ。ウルネーの枠でウルンの素顔を映した。ポリったんですよ。ウルンさんポリッ。鼻なんで隠すの。いや、なんかワンポイントネタとして隠させてます。そのまま全部見えてると面白くないじゃないですか。オラフみたいなんですよ。ウルムは一回バイトとかして社会になる。いや、バイトしてるんですけどすぐ辞めちゃうんですよね。ダメなんですよ、続かなくて。すぐ逃亡するからダメなんですよ。長女と同じ花なのしてる。そう、だから結局兄弟が妹のミキとかね、顔出ししてるんで、あ、そのままですよ。そう、みんな一緒。そう、一緒です、一緒です。ショートしてる。社長になったらショートしてる。うるんやとね。そう、すぐ逃げ癖あるからダメですよ。はい、暴露。うるん、サコンって幸せなんですかね。団子っ子、団子っ子かもしれない。うるんさんもみんな似たようなもんですよ。ゴンタ君、どういうこと、興奮してないでしょ、まあまあまあ、そうですね。まあ別にいいんですけどね、全部見せても。なんか最初がそのキャラクターでやってるんで、なんか今頃ね、全部見せても面白くないかなと思って、まあ、全部引き出しを開けないのがいいんですよ。そういうそうなんですよ。ひなちゃんで興奮した、ダメですよ。それは運の花を見る会会長なんですか。いつからそんな会できたんですか。運は親を見てる目で、サファンを見てるんです。お父さんじゃないんですよ。お父さんじゃないし、鼻マスクと黒マスク一緒にするな。まあ確かに、まだ鼻マスクの方がオープンですよ。ウルンが上に SOS サインを出した。そうです。まあ、いや、どうなんですかね。まあそのフィーリングによりますね。うん、まあなんか本当だ、寒くないのかね。本当若さじゃないですか。マスクはいつもあのセリアっていう100均で大量に買い込んでます。ウルンさんがキャラクターものの、そうですか。いや、ね、こうやって流れるとね、せっかく米打ってもらってるんで読みますよ。サコンはね、あの過疎なんで、そう出してる、常にガチコミュ障だな、SOS。
え？どれ？あ、わかんない。何？あ、マスクのキャラクター？それウルンさんが自分で、買ってきたんじゃないんですか？違うの？え？わかんない。いつもなんか。そう。今似顔絵描いてもらってます。はい。そう。うん。まあそうですね。あまり派手じゃないですね。もこもこですか。はい。もこもこ出稼ぎ労働者一回こういうのね書いてもらいたいなと思ってたんですけどね、うん、サメ風なのレブ度が再現される雪見大福だんだん雪見大福、大福になってきちゃう。うん、2000円じゃ手頃ですね。まあ、ごぼうよりがいいと思います。いや、それは嘘だと思います。ただ、大げさに言ってるだけですね。ありのまま？なんかプクプクしてきたんじゃないですか。なんか聞かれてない？あ、いい感じで特徴がいいね。歯がテトリスキャラですね。はい、こんな真面目そうな顔してるね。ちょっと沼キャラで売ってます、ね。S でウルンさん S でなんか行かないでしょだって。すぐなんかそういうのもやったってすぐサボるから、あ、3日坊主で終わるからやめた方がいいもんです。うん、だって何も続かないもん本当に。あ、3日でサボるから。だってニートウォーキング後もあれから毎日外出て歩きますなんて言ってたんですけど、もうすでに出てないですからね。また引きこもり入ってますから本当に。三日坊主ですよ本当。まあそれだけはね、なんか知らないですけど続いてるんですけど、まあ、その生活もね、あの三日坊主で終わったんで困っちゃうんですよ、ね。炭水化物抜きダイエット。だからもうちょっとね、京都の街を練り歩いてカロリーをね消費しますよ、うん、こう痩せればね。配信はそうですね、唯一自分のためだと思ってやってるんです。痩せてました。もっと10キロぐらい痩せたら、そう、なんか最近超えてきてるんですよ確かに2人とも、ああ血筋じゃないですか。血筋で多分超えやすいんですよ多分。ベジタリアン、たまに、ゆりたくだったらいいんですけどね、本当に。せっかくね、ウォーキングでね、落ちたのに、またなんか増えてきちゃう。やっぱ体力系企画、体力系企画やった方がいいんじゃないですか。ね。山手線ウォーキングとかやった方がいいかな。やらした方がいい。
ゆるキャラになったらこんな感じ。ああ、アヘ顔で描いてもらうのも面白い。今度の、あ、野田さんがやるんですか。母さんに似てきた。ニートウォーキング、あれウルンさんですよ。はい、あの3時間でリタイアすると思ったんですけど、意外にもね、あの結構長、まあ、リタイアしたのはリタイアしましたけど、結構持ちましたかね。はい、去年のニートウォーキング参加した、あの女性唯一一人ので参加者でウルンさんがね、検討しましたけど途中で離脱しました。どこですか、なんかよっさんみたいなのいる。似てへん、わかんないですね。なんか外に、なんだろう、外になんかヒカキンの絵が描いてあったりする。いいですか。あ、終わりましたか。終わりました。あ、なんか名前とか書いてもらえんすかね、これ。あの、ウルと、ウルン、ウルンっていう名前で書いてもらいたいんですけど、普通のひらがなで、はい。はい。ゲルン、テトリス、まあよかった。そうだろう。いや、なかなか特徴を捉えてます。ちょっと見てみますか。あの完成だそうです。皆さん、リスナーさん見てください。なかなか特徴を捉えて、やっぱり歯に歯が来たんですか。ウルンさん、ウルンさんの、できました。ありがとうございました。なんかあれかな、なんかしそのままあれかな、なんかしまうやつって売ってるんですか。もうそういうのも買って、フレームだったり、あと巻物っていうのも学校で買った。あ、巻物もあるんですか。巻物これだけですね。あプラスチックフレームス、色が3色、白、ピンクとイエロー。あ、さあこれ持って歩くのあれかな。うん、壁にガラスじゃないんで、あれとかないです。あ、これに入れてもらう。それでなんか袋かなんかももらえますか。あ、じゃあこれ1個フレームもらえます。はい、じゃあウルンさん、ちょっと支払いの方しますんで、お願いします。はい、がテトリスって何？テトリスキャラってなんだよ。ね。うん。よかった。あ、すみません。ありがとうございます。あ、めっちゃ鼻の下伸ばされました。もし面白いの好きですか、そういうので。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうしたの？なんで？何？これ持って、ツイッターにあげるから写真撮って。すごいよ。初めてだね。そう、初めて。そう、早く撮ってよ。早く撮って。そうそう、怪獣、怪獣みたい。うまい、すごい。みんなも描いてもらったらいいよ。描いてもらったらいいよ。面白い。そう、ありがとうございました。すごい。面白いよね、本当。そんな感じ。上野にそう、なんか言ってた、東京に店舗があるって。そうなんだ。うん、そうそうそう。なんかだって、YouTube、ヒカキンとかも書いてもらって。そうそう、ヒカキンさんもね。面白い。俺らも書いて。大阪にも店舗が、4店舗くらいあるって聞いたよ。なんか言ってたよ。暗くなってたね。何これ。ねえ、そんな買っちゃってよかったの？大丈夫？ねえ、あの縁なんてさ、100円とか。だって、いや、縁売ってるんじゃないの？いや、サマホ高くついちゃう。あ、もうまあ、落ちちゃうからね。まあ、それもあるけど、高くない？高いけど1500円だから。1000円だよ。3000円も4000円もすんだから。500円で売ってそうだよ。え、どっかで500円で売ってそうだよ。それ100均とか売ってない。100均で。ねえ、だなんか言ってたよ、あのなんか持って帰れないじゃん。縁はあの100均で買おうって。そうだけど、ドッサに思ったんだけど、絵を持って帰るのですね。うん、ぐちゃぐちゃになっちゃうよ。何あれ、うまそう。気にするなって、私のね、家が、私のウルン家が圧迫しちゃう。でもよく、まあ、似顔絵は必要だけど、うちはちょっと高すぎじゃない？
一回ね、そう書いてもらって見たかったんだよね、私もああいうところで。だからそれ書いたけど、いや、なんか恥ずかしいじゃん、私のこの鼻マスクが鼻マスク恥ずかしいじゃん。キャラだけど、これがキャラだけど、配信者に恥じらいはなしだけども、恥ずかしいよやっぱりだってなんか言われたもん、こう通り過ぎた人にさ、何あのマスクとか言われたんだもん。まあ、別にいいけどさ何変なのとか言われたんだってぬますぎる。ボロ儲けだよ、すごい。大丈夫？そうそう、変なマスク、鼻マスクだから不思議に思われるんだよね、このマスク。ちゃんとマスクしなよっていう、なんかみんなの意見が一致するように、世間からは。みんななんか顔を隠してマスクしてるわけじゃない、ワンポイントなんか指摘したくなる。みんな不思議に思ってる。もっとつけだったらいいね。はずい、はずすぎる。なんかすごいな。うん、どこ、何、どこ、わー、なんかすごい、わかるね、おるんさん。これ私変人だよ、てかもともと変人だわ。てかもう5時じゃん、早っ。早くない？でもほんと早かったよね、似顔絵。似顔絵早かったね、今日。ささ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 って、似顔絵描いてもらうの2回目でしょ。2回目でしょね、うるんさんもね。俺は描いても、あ、俺も1回あるか。そうそう、ね、あるある。私2回目まだ、うるんさんが鼻マスクしない。そうマスクしてない時の。ここ祇園？祇園だよね。ぽくない？あ。祇園ぽくない？どこ、ここ八坂ってどこ。ねえ、もう5時だから閉まったよ、寺。うん、本当に清水寺も書いてたよ、夕方で閉まります。絵も書いてもらったし、充実した1日ですよ。まあ十分だね。そうだね、千本なんからできる、なっちゃら、千本なんだっけ、あれ千本寺だっけ、合ってる。千本のとこ行けたから、千本のとこ行けたからよしとしよう。でも全部登れなかったのがちょっとあれかな、ミキーが突き出し放送してるって。嘘つけ、そう、適当なこと言っちゃダメだよ。うわぁ、かわいい。え、高っ。1万とか来るの？1万どんだけ高いの？ここの食事1万円するって。
そう、何もなさそう。ねえ、ほんと寒い。うん。雨降ってる。まあ結構ね。何時間くらいしたっけ？はあ、だしね、うん、なんかやっぱり特徴なんで捉えてるね。いや、捉えてる、よく分かったね、歯がこんなさ、ピーってなんか見られてる、 歯をさ、出たみたいな感じでなんか別に頼んだわけじゃないのにさ、一回見せるけどやばいでしょ、ね、俺本当に頼んでないんだよ。すごいね、やっぱプロの力ってね。私これなんかキャラクターも化け物化け物とか言うやばいだろ。歯が特徴的に取れて、なんか目がさ個性すぎ、キャラクターだよく、ね、よく捉えるやっぱうまいね。すごい、クオリティがすごい。いや、こんだけお金払ったって別にいい思い出になるし、うん、家に帰って、ね、部屋に、そうだね、部屋に飾っとけばさ。わ、化け物。目元かわいいじゃん。私、目元かわいいじゃん、普通に。こう、うん、なんかさ、食事が、そうなんか、なんか見てみ、なんか、うん、一人だけ主婦がいて、今見た、今は鉄板、そうだね、やばいんだよ、それぐらいそんな、あ、東京に芸能人がどんどん作ってた、え、うん？東京？ウルさんさ、絵描いてくれてる人いろんな質問してる、なんて答えられてない、答えられてないな、なんて答えればいいか分かんなくて、ズマが、米表っぷりがやばい、なんて言えばいい、俺にお願い、ちょっと相手してって、私喋れない、沼しすぎるから、うん、新怪盗になる、新怪盗、沼キャラ、浅草、あ、確かに浅草だね。浅草っぽい、そう、浅草っぽい、あ、危な、違うとこだ、白さいる、浅草も着物がいっぱいいる、行ったんだけど、人力車に乗りたかったな。ねえ、ていうかさ、うん、バス一回も乗ってないんだよ。難しい。もう無駄になる。バス代。まあ、そのなんか来た。八坂神社。あれが八坂神社。歯の上に。バキ。バキ。え？ね。
そっくり。このキャラクターなんだっけ？知ってる人いる？ミキが好きなキャラなんだけど、今日に限ってサンリオじゃなかったわ。いつもサンリオなんだけど。ガチャガチャピン、ガチャピンじゃないよ。これなんだっけな、思い出せないんだよな。今の俺ミキちゃんの好きなキャラ。銀の顔好き。は？そう、閉まってるよ、入れない。八坂神社閉まるでしょ。何時まで？しょうがないよ。イエーみたいに。大阪だよここ。大阪だよ。あ、京都だ。そうだった。忘れてた。沼だ。頭が沼ってきた。思考回路が、沼に染まってきた。疲れ出して。私なんかちょっとおかしいから。なんか歩きまくってたりしてたら、なんか体力とか消耗したら脳に異変が起きる。何もわけなかったけど。いや、沼の話を、私の。いや、なんか思考回路がね、悪いんだよ、私、もともと。カニ、箸巻き、頭悪いから。お腹ちぎれる。いいよ、カニは。カニの刺身が食べたい。そんなのあんの？何この、じゃがいバタ。カニだ。ね、カニ。あれ食べてんじゃない？かわいい。え？アメちゃん。これどこに行くの？なんかすごくないとこ。ね、綺麗だね、なんか。綺麗じゃない？もう放送終わるわ。お疲れ様。そろそろ終了する？安い。Yeah.
そうですね、またフルカラーになるとプラス600円なら1800円、はい、と税込み1940円で買います。じゃあカラー入れた方がいいですか。じゃあカラー入れたタイプで、はい、それだけで差し込まれます。あとは面白さというのは調整できるんですけど、はい、1回目の面白め、激しめの3段階あるんですけど、ちょっと面白いですか。1回目がいいでしょうか。初めてです。面白めがおすすめですね。面白め見てて、はい、面白かったです。じゃあ面白め、ね、はい、じゃあウルンさん、リスナーさん、とりあえずウルンさん、似顔絵描いてもらって、すいません、ちょっと撮影させてもらって、はい、いいですか。ライブ配信してもらって、いや、お願いします。マスクのをつけたまま、あ、そうですね、そのキャラクターで、あ、そうなんですね、はい、今ちょっとインターネット配信で少々面白め面白いね。え？よっさんいないでしょ。どちらからいらっしゃるんですか。何？大阪の方。大阪の方、何が？どちらからいらっしゃるの？あ、一応、関東の方かな。あ、そうなんだ。はい、それで一応、実家が大阪なんで。あ、なるほど。そういう、正月気象みたいな感じで。今の自体は初めてですか？そうです。あ、だから言ったじゃん。もう切れるよ。あれ 1% しかない。危ない。地獄だよ、寒すぎて。でも今日結構タイトルもいろんなとこ行けてる方だよな。そちらなんですけど、そうだね、まあ、初めてだから全然わかんないよ、こんなの。地獄。さあ、普通に移動するんだったら行けるけどさ、配信付きの方に行けるとさ、途中集中してるからわけわかんなかった。やばい、やばい。なんか線が飛び出てなんかちぎれそうなんだけど、こうやばくない？どこ行くの？そうだね、カップルが。リア充め、食堂があるよ。ボタンとコロコロ。違う。おはぎ。なんか反対側。
あたちや下の式やうん、知ってる。だから、ね、あの大阪と一緒だよ。ここだったら空いてんじゃない？なんか全然いないよ。さあ、こんな顔見たくねえ。なんか、クリエさん、最高中だよ。お前のだけで欲しいから。残したい。さっきトイレ行ったんじゃないですか、おじさん。そうそう。でしょ？だからコミュ障なんですよ、ウルフさんが。本当に。これは分かったでしょ？はい。ああ、そうそう、じゃあ。なんかもう、そう、そう。そういうキャラクターですから。お願いします。いや別人すぎる。鼻マスク。え？そうそう、一応鼻マスクキャラなんで、顔出しは全部してないんですよね。かわいいぞ。ウルネーの枠でウルのスカーフとした ポリったんですよ。ウルンさんポリッ鼻なんで隠すの。いや、なんかワンポイントネタとして隠させてます。そのまま全部見えてると面白くないじゃないですか。オラフ、オラフみたいなやつ。ウルムは一回バイトとかして社会になる。いや、バイトしてるんですけどすぐ辞めちゃうんですよね。ダメなんですよ、続かなくて。すぐ逃亡するからダメなんですよ。長女と同じ花なのして、そう。だから結局兄弟が妹のミキとかね、顔出ししてるんで、あ、そのままですよ。そう、みんな一緒。そう、一緒です、一緒です。ショートして右の方に行ってるとさ、途中集中してるからわけわかんなくなってやばい、やばい。なんか線が飛び出てなんかちぎれそうなんだけど、こうやばくない？どこ行くの？そうだね、カップルが。リア充麺食堂があるよ。ボタンとコロコロ違う。おはぎ、なんか反対側か。
5分だから空いてもらう。10分で面白いです。売るんで大丈夫。私たちは人の好きやな。今日もらってる。うん、知ってる。だから、あの大阪と一緒だよ。ここだったら空いてんじゃない。なんか全然ないよ。さあ、こんな顔見たくねえ。なんか、お前のだけで欲しいから。あ、残したい。一応僕のフェイスね。あ、すごい。これ激しめなんです。あ、めちゃめちゃ鼻の下の技があります。もし面白いの好きでしたら、そういうので。はい、ありがとうございます。And now, Australia, it's hot. Sometimes it can be like 40, but no more. ありがとうございます。どうしたの？なんで？何？もっと持って、あの、ツイッターにあげる。写真撮って。すごいよ。初めてだね。そう、初めて。そう、早く撮ってよ。早く撮って。歩いてるからお腹すくんだよね。ジャンクード太る。私普通に定食屋さんとかで食べたいんだけど。え？でもマック充電できるしな。できるの？マック充電。あ、置いてるとこはね、あの、させるところあれば。ご飯食べたくない？パンとご飯ってどっちが太る？パンとご飯ってどっち太る？ジャンクフード美味しいけど太る。
もう太ってるけど、私、私が。場所によって違うからね、出口の。ねえ、でも海外いいよ。ねえ、ねえ、あの稲荷のところ階段登りまくって疲れた。階段が一番効くよね。あの体力。ダイエットにめっちゃ効くよね、階段。あ、死ぬ。どこですかね。やばい、寒い。足寒い。なんか変なとこ来ちゃって分かんないよ。寒い。ね、本当に寒い。なんか気温下がった。ちょっと混んでるわ。どこもかしこも混んでるよ。そりゃね、京都観光スポットだからね。寒い、本当に寒い。だってこれ外さないとダメでしょ。本当に？安い。3段階あるんですけど、ちょっと面白いですか？1回目がいい
見てしょ、初めて。初めてです。面白い目がおすすめですね。面白い見てて、はい、面白い感じだ。じゃあ、面白い目で、はい。じゃあ、ウルムさん。そうですね。またフルカラーになると、はい、プラス600円なら1800円、はい、と税込み1940円とか。あ、じゃあ、カラー入れた。はい、じゃあ、カラー入れたタイプで、はい、それだけで。差し込まれます。面白さというのはちょっと調整できるんですけど、はい、2回目の面白め、激しめの3段階あるんですけど、ちょっと面白いですか？1回目がいいでしょ、初めて。初めてです。面白めがおすすめですね。面白め見てて、はい、面白かった。じゃあ、面白めで、はい。じゃあ、ウルンさん、あのリスナーさん、とりあえずウルンさん、あの似顔絵あの書いてます。あ、すいません、ちょっと撮影させてもらって、はい、いいですか？ライブ配信してもらって、いや、お願いします。マスクのをつけたまま。あ、そうですね、そのキャラクターで。あ、そうなんですね、はい、今ちょっとインターネット配信をさせていただきます。少々お待ちください。面白め面白いね。え、おっさんいないでしょ。どちらからいらっしゃるんですか。どちら。え、大阪ですか。大阪の方。何、大阪の方。大阪の方、何が。どちらからいらっしゃるんですか。あ、一応、関東の方かな。あ、そうなんだ。はい、それで一応実家が大阪なんで。あ、なるほど。そういう気質。正月気象みたいな感じで。似顔絵自体は初めてですか。そうです。あ、2回目。はい、以前はどちらの方で。え、あ、似顔絵。はい、以前は横田さんというハンドルネームの方が、はい、あ、そうですね、はい、あ、鼻にマスクしてますね。セレ、あ、規制か、ね、今入ってたちょっと初物が出てきました。だってこれ外さないとダメでしょ。本当に？ウルンとして描いてもらう。これ写してる。そんな違う。2年になんかお土産も関係ないし、あそこナンバーコンテナーここだったら。もっと芸人の目気持ちが。え？普通の白黒の絵に。安そう。安い。はい。
白黒で。あ、白黒でですか。はい。そうですね。またフルカラーになると、はい、プラス600円なら1800円、はい、プラス税込み1940円とか。あ、じゃあカラー入れた、はい、じゃあカラー入れたタイプで、はい、それだけで差し込まれました。あとは面白さというのはちょっと調整できるんですけど、はい、1回目の面白めの激しめの3段があるんですけど、ちょっと面白めですか。1回目がいいでしょ、初めて。初めてです。面白めがおすすめですね。面白め見てて、はい、面白感じゃあ、面白めで、はい、じゃあ、ウルンさん、あのリスナーさん、とりあえずウルンさん、あの似顔絵あの描いてます。あ、すいません、ちょっと撮影させてもらって。はい、いいですか。ライブ配信してもらって。いや、おめでとう。マスクの方にこれは、分かったでしょ。はい、あ、そう、そう、じゃあなんかもう、そういうキャラクターですから。いや、別人すぎる。鼻マスク。え？そう、一応鼻マスクキャラなんで、顔出しは全部してないんですよね。かわいいぞ。ウルネの枠でウルの素顔を映した。なに、ポリったんですよ。ウルさんポリ。鼻なんで隠すの。いや、なんかワンポイントネタとして隠させてます。そのまま全部見えてると面白くないじゃないですか。オラフみたいなの。ウルムは一回バイトとかして社会になる。いや、バイトしてるんですけどすぐ辞めちゃうんですよね。ダメなんですよ、続かなくて。すぐ逃亡するからダメなんですよ。長女と同じ鼻なのして、そう。だから結局兄弟が妹のミキとかね、顔出ししてるんで、あ、そのままですよ。そう、みんな一緒。そう、一緒です、一緒です。ショートしてる。社長になったらショートしてる。うるんやとね。そう、すぐ逃げ癖あるからダメですよ。はい、暴露。うるん。私が。場所によって違うからね、出口も。ねえ、ね、もう海外いいよ。ねえ、ねえ、あの稲荷のところ階段登りまくって疲れた。階段が一番効くよね。あの体力、ダイエットにめっちゃ効くよね、階段。あ、死ぬ。ここ
どこですかね。やばい、寒い。足。なんか変なとこ来ちゃってわかんないよ。寒い。ね、本当に寒い。なんか気温下がった。ああ、すごい混んでるわ。どこもかしこも混んでるよ。そりゃね、京都観光スポットだからね。寒い、本当に寒い。69%。なんかここら辺だとかなんか。だいたいここでなんか どこに行けば何があるの。ここはもう町だ。歩きなんだと。だってどこ？わかんない。いや、こっちの携帯60%。神社？八坂神社行くか、せっかくだから。向こうになってる。向こうだ。向こう。八坂神社。やべえ、あと 2% しかない。ちょっと交代。これ。だから言ったじゃん。もう切れるよ。やべえ、 1% しかない。やべえ。地獄だよ、寒すぎて。でも今日結構タイトルもいろんなとこ行けてる方だよな。そちらなんですけど。そうだね、まあ、初めてだから全然わかんないよ、こんなの。地獄。さあ、普通に移動するんだったら行けるけどさ、配信付きの方に行けるとさ、途中集中してるからわけわかんなかった。やばい。線が飛び出てなんかちぎれそうなんだけど、こうやばくない？どこ行くの？そうだね、カップルが。リア充め食堂があるよ。ボタンとコロコロ違う。おはぎなんか反対側か。
そうだね。飾っとけばさ。わけもの。目元かわいいじゃん。私目元かわいいじゃん。普通に。うん。食事が。見てみなんか。うん。一人だけ主婦がいて今見た今の鉄板。そうだね。あ、東京に芸能人がどんどん乗ってってた。え？ん？東京？絵描いてくれてる人いろんな質問してる。なんて答えられてないな。なんて答えればいいか分かんなくて。沼が、米表っぷりがやばい。なんて言えばいい。そう、お願いちょっと相手してって。私喋れない。沼しすぎるから。新回答になる。新回答。沼キャラ。浅草。あ、確かに。浅草だね。浅草っぽい。そう、浅草っぽい。あ、危な。違うとこだ。白さんいる。浅草も着物がいっぱいいる。行ったんだけど。ガイドバッターの。人力車に乗りたかったな。ねえ、ゆうかさ、うん、バス一回も乗ってないんだよ。難しい。もう無駄になる。バス代。まあ、そのなんか来た。八坂神社。あれが八坂神社。歯の色味バーキー。